ヤコブ・ニールセンは、デンマーク出身のアメリカの工学博士。主にウェブサイトのユーザビリティ研究の第一人者。ニールセンによる、ユーザーインターフェースデザインの原則は、そうした原則の中でも特に著名である。コペンハーゲンに生まれ、デンマーク工科大学を卒業。ベル研究所や IBM での研究を経て、1994年から1998年まで、 サンマイクロシステムズに勤め、ユーザビリティの分野で発明を行う。1995年から、自身のウェブサイト useit.com にて、ユーザビリティについてのコラム、アラートバックスを公開した。1998年、ドナルド・ノーマンと共に、ニールセン・ノーマングループを設立。代表となる。ディスカウントユーザビリティを提唱し、 安く早く実行できるユーザビリティ向上術について提唱し、いくつかの実用的な方法論を提供することで、ムーブメントを起こした。インターネットの帯域幅について、ハイエンドユーザーの接続スピードは、毎年50%増大するに始まるニール線の法則を提唱した。ユーザビリティのゴールについて、学習しやすさ、効率性、記憶しやすさ、エラー。 主観的満足度の5つの指標を提示した。ヒューリスティックによる評価手法、ニールセンのユーザビリティ10原則が有名である。システム状態の視認性を高める実環境に合ったシステムを構築するユーザーに、コントロールの主導権と自由度を与える一貫性と、標準化を保持するエラーの発生を事前に防止する、記憶しなくても見ればわかるようなデザインを行う柔軟性と、 効率性を持たせる最小限で美しいデザインを施すユーザーによるエラー認識、診断、回復をサポートするヘルプとマニュアルを用意する。これはコンピュータのデザインの質を向上するための原則の中でもニールセンによるものは特に有名なものである。日本でも国家試験の情報処理技術者試験の出題問題となったことがある。ありがとうございます。